I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. ナミを航海士に迎えたルフィは本格的にグランドラインを目指すべくオレンジの街を後にした。航海の途上、新たな船と仲間を求めてルフィたちはシロップ村に上陸。そこで村の少年ウソップと出会う。ウソップは村一番の大ぼら吹きで村人をいつも騒がせていたが、両親を亡くした病弱な少女カヤをほらばらしで元気づける心優しい少年でもあった。意気投合したルフィとウソップが村外れの海岸で話していると、偶然カヤの執事クラハドールが海賊らしき男と不穏な相談をしているのを目撃する。執事クラハドールの正体は元海賊であり、カヤの両親が彼女に残した財産を奪おうと企んでいたのである。それで計画の準備はできているんだろうな。聞いちまった。あの執事はキャプテンクロー、カヤの財産をずっと狙ってやがったんだ。夜明けとともに村を襲え、村の民家も適度に襲い、あくまで事故を装いカヤお嬢様を殺すんだ。
聞いた通りだ、ウソップ君。君が何を聞こうとも私の計画に影響はない。クソクソ、みんな大変だ、海賊が攻めてくるぞ。またか、あのホラ吹き坊主。という今日は許さんぞ。しくしょう、信じてくれよ、本当にみんな殺されちまうんだ。と捕まえろ。くそくそ、俺は嘘つきだからよ、花から信じてもらえるわけなかったんだ。でも、事実は事実。海賊は本当に来ちゃうんでしょ？間違いなくやってくる。でも、みんなは嘘だと思ってる。明日もいつも通り、平和な一日が来ると思ってる。だから俺は、この海岸で海賊どもをお迎え撃ち、この一件を嘘にする。それが嘘つきとして俺の通すべき筋ってもんだ。こんなわけもわからねえうちにみんなを殺されてたまるかよ。とんだお人よしだぜ。よし、俺たちも加勢する。言っとくけど、宝は全部私のものよ。ね、俺の名はキャプテンウソップ。死にたくなきゃさっさと引き返せ。あんなガキは踏み潰して村へ進め。ヤツら北から攻めてきたみてえだな。村には誰一人入らせねえぞ。北っつったらあっちだろ。誰だお前ら。なんで見つかったんだ。こうなれ仕方ねえ。奴ら、俺のやり方で戦うだけだ。
500万ベリーありそうだぜ。私の宝に手を出すんじゃないわよ。罠の準備は万端だ。あとは奴らを誘い込めば。おい、ヤホーども、こっちが村への近道みてえだぞ。うわっ、これはつけよし、行くぞ。よし、敵はあっちだな。予定の時間は過ぎてるってのに。キャプテンクロー、なかなか計画が進まねえと思ったら、なんだこのざまは。もう少し待ってやる。それでこの場を片付けられねえようなら、てめえら一人残らず俺の手で殺してやる。野郎ども、村へ急げ。このままじゃキャプテンクロに殺されちまう。バリケードを作らねえと。頼む。心配すんな。お前らは一人残らず俺が潰してやる。嘘くん、あたしが時間稼いであげるから、その間にバリケードを作るのよ。よし、ここのバリケードは完成だ。次は、あそこだな。俺が目指すのは世界一の剣。それまで負けるわけにはいかねえんだよ。ここも完成だ。最後はあっちだな。よし、頼む。
いつを壊しゃいいんだな。ほらよった。もたもたしやがって。俺の予定を狂わせる奴は皆殺しだ。降参したりしねえよな。どいつもこいつも俺の計画の邪魔をしやがって。時間だ。全員消してやる。かっこ悪い海賊団だな。お前がキャプテンで、たとえ何百人部下を従えようとウソップには勝てねえ。面白いことを言いやがる。器だよ。お前は本物の海賊を知らねえんだ。侮辱されたもんだ。ならば教えてやる。幾度となく視線を超えた海賊の恐ろしさを。その構え、シャクシだ。シャクシを使う気だ。シャクシ、キャプテンクロー、やめてください。無駄だ。これは抜き足での無差別攻撃。早すぎね。本人も何切ってるか分かっちゃいねえんだ。出てこい羊。お前は仲間を何だと思ってるんだ。キャプテンクロー、やめてくれ。ダメだ。さっさと計画を成功させるしか、俺たちが助かる道はねえ。お前ら、俺が特別な罠を仕掛けに行く。敵を近づけないでくれ。
け終わったぞ。あとは俺がおとりになって苦労を。面白いこと言いやがる。おめえみてえな臆病者に何ができる。今だ。小賢しい真似を。やったぞ。でも師匠、もう体が動かねえよ。笑わせてくれる。まあそこで倒れた方が安全だろうよ。立ち上がったところで所詮俺たちにはかなわねえんだ。かなわなくったって守るんだ。カヤも村のみんなも俺が守る。ん？お前らを通すわけにはいかねえ。俺はいつも通り嘘をついただけなんだから。村ではいつも通りの一日が始まるだけなんだから。俺は勇敢な海の戦士になる男だ。村の者には指一本触れさせねえ。どいつもこいつも黙って切られてりゃいいものを。お前みたいな男には絶対に俺はならねえ。ならないんじゃねえ、なれねえんだ、てめえごときにはな。よそ者のお前がなぜこの村のことに首を突っ込む。死なせたくない男がこの村にいるからだ。俺は疲れたんですよ。海賊として名を上げることにな。海で名を上げることが怖くて海賊がやれるか。黙って切られてりゃいいものを。させるか。くそ、離れる貴様。これでお前の三年の計画も完全に失敗だ。なんだと。その小物を。俺の計画は絶対にこの穴。名前を捨てて海から逃げるような海賊に俺が負けるか。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。海賊クロを倒したルフィたちは村を救ったお礼としてカヤから船を送られた。
リーナ。おう。お前ら見てたらよ、やっと剣心がついた。俺はこの村を出て本物の海賊になるんだ。元気でな、またどっかで会おう。なんで？あ、なんでって愛想のねえ野郎だな。これから同じ海賊やるんだから、そのうち海で会ったり。何言ってんだよ、早く乗れよ。え、俺たちもう仲間だろ。キャプテンは俺だろうな。バカ言え、俺がキャプテンだ。やった。